内閣総理大臣研修院起立来着席大変な時代の舵取りをする役と私もなりましたが皆さんも大震災からの復興原発事故との戦い あるいは大震災発災以前から続いている少子高齢化、厳しい財政事情、そして長引くデフレ、このような国難とも言うべき時代に、国家公務員として世のため、人のために尽くそうという志を持って、まさに今、新しい 任務に就こう職務に就こうとされていること私は敬服をしておりますまさに国難とも言うべき時代です国難とも言うべき時代だからこそ私はいわゆる役所役所というのは役に立つところでなければいけないと思います今まで以上に国家国民のために役に立つところでなくてはならない 役に立たないところはいらない、そういう時代だというふうに思います。さまざまな、それぞれの役所が、本当にこの国難というときに、役に立つところとなるかどうかは、そこに役に立つ人、役人がいるかどうかです。役に立たない人はいらないんです。役に立つ人かどうかが問われています。役に立つ人 その条件は何なのか、私は時代小説が好きなんです。政治家になって政治の本、経済や財政の本、いろいろ専門書も読むこともありますが、一番自分に教訓として身につくのが時代小説。何を学ぶのか、一つは志。千葉遼太郎の世界から志を学びます。志を 常にに抱いいいいいてて頑張ったただきたいとういうふうに思いますもう一つは山本周五郎の人情の機微の世界この二つを私は自分のバックボーンとして持ってきたつもりです志の部分は皆さん持っている国難ともいうときにまさに公務員になろうとしたわけですから今まで以上に 志を持ってる人だと思いますだけどもこれからキャリアを積んでいくに従って国家国民のためにという気持ちからいつの間にか生液極液セクショナリズムに陥って志が小さくなって寸死になってしまうそういう人も残念ながら今までは いいたよううに思まますそななってはなりません今持っている志をさらにキャリアを積むことによって大きな志大志に昇華をしていくそういう心積もりでまさに1年目から研さんを積んでいただきたいというふうに思います2つ目の山本周五郎の人情の機微ではありませんが お役所仕事という言葉があります借主、着定義に、先例に従って、それは自分を守るために、役所を守るためには一つの知恵かもしれません。だけども、国難を突破するためには、前例にないことも知恵を絞らなければならない、その知恵を絞る原動力は何かというと、国民に寄り添う気持ちだと私は思います。 一人一人のそれぞれの担当の判断によって、その人の生活が変わる、暮らしが変わる、仕事が変わるということがあります。ぜひ、この日々に触れる心も常に研さを通じて持ち続けていただければというふうに思います。私も、この国難ともいえる状況を突破をするために、 全力を尽くしてまいります皆さんと一緒にこの国を守り、よくしていくために、そして何よりも、今日より明日はよくなると思える、確信と実感を持てる国を作るために、皆さんと共にとことん働いていきたいと思います。ありがとうございました研修院